はい、ピースケでサクスピやっていきますということで、サクチャレクルソーです。はい、バレンタインの前出したね。うん、でまあまあ花丸近いので、まあそういう感じだと思います。ちょっと早めに来るのかな。はい、で称号ありますと。はい、で今回は女の子たくさん、特攻解放、得意練習3種類以上ということになっております。はい、5種類で 40%、 5種類で2人女子で、あとは特攻次第って感じです。はい、で1に別場勢、新キャラ勢、あ、バリスタここなんだ。あ、ここが一番高いのかな、最近逆になってるよね。はい、で2です。 35? ああそうだね、高い順ですね。これこの辺が鬼滅キャラ、鬼滅キャラを特攻に入れる感じ、えぐいですね。はい鬼滅キャラを特攻に入れてる感じがかなりえぐいですが、もう復刻ないからね、あの子たち。はい、まあ、あとは投資モルモット、あ、まあでもあれか、戦国キャラとかがいますよって感じですね。戦国だとそうか、まあ、能見くんとか千代姫ぜんざいとかって感じになりますかね。はい、で3、ここが一番ライトなところで、明智くんとかがいますね。明智マンボとかさなちゃんとか、守る風なぎも一応そうか、明神とか、うん、がいますという感じになっておりますですね。まあ、あとはレベル解放次第で、ちょっと入ってこれる2、3のキャラが入ってこれるかなって感じだと思うんですけど、基本的にはここでなんとか頑張っていくって感じになると思います。キリルがね、キリルが結構鍵握るんじゃないかなとは思うんですけど、うん、そうね、まあ、点数勝負だよね。点数勝負なので、まあ、どっちも変わんないとは思うんですけど、最高点的な感じでは本当立ち回りを本当に競っていく感じにはなると思うので、はい、頑張っていきましょうって感じですかな。うん、でまあ2月なのでいろいろありますよって感じだったりとか、はいって感じです。以上。そうか、じゃあこの後弾丸なのかな。いや、まあやるのかわかんないですけど、まあね、一応そうだね、時期的には14まででバレンタイン本ちゃんって感じなので、まあ来週バレンタインなのかな、うん、って感じだと思います。はい、で月曜多分特攻来て、まあ、ちょっと明けてのバレンタインにするのかなっていう感じですよね。はい、って感じだ。以上、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。